スペシャルマッチの第1試合が終わった後、いよいよフリーファイトトーナメントに入っていくわけなんですが、これはヘビー級の選手が8人集まってのトーナメントになります。まず最初の試合はビッグジョン・ディクソン対マイケル・スタン選手ですね。最初に入場してきたのが、ジョン・ディクソン選手です。ジョン・ディクソンは柔道とキックボクシングの選手ということで、結構ノールール系の試合ではね、出てる選手なんですよね。結構軽快ですね、動きが。そうですね、体重の割には。デル・クックが集めてきた選手なんで、キックボクサーはパンチ味がうまいですね。そうですね。さあ、もう一人出てきました、マイケル・スタン選手、これもリングス・オレゴンの選手です。この選手、いっぺん日本で試合をしてましてね、去年の4月5日、駒沢公園体育館で行われました第1回ユニバーサル・バディ・クール大会で、ブラジルのルタリーブリの選手、マルセロ・メンデス選手と対戦してるんですよね。勝ってるね。これはでもメンデス選手の方が体調が悪いということで、試合放棄のような感じに、ね、疲れちゃってね、なりましたね、2ラウンドで。リングス・オレゴンって話変わるんですけども、はい、学生かなんかですよね。そうですね、彼も学生なんですかね。先生とかにしか見えないですよね。でもアメリカの場合は日本と違って勉強したい時に大学に行くっていう感じですから ね、働きながら行ったりする方もいるんで。ボクシングチャンピオンとか来ますね。地元のスーパーヘビー級のチャンピオンなんですけどもね、WKC じゃないですかね。人気ありますね。そうですね、ビッグジョン・ディクソン選手、あと州単位の柔道大会で優勝してるみたいですね。安定で巻かないんですね、やっぱり。この選手は巻いてないですね。巻いてる選手も中にはいますけどね。なんか近所に行くような格好で試合してますね。だから向こうでの試合とかそういうの気にしない人いますよね。そうですね、なんか練習中のような格好で練習にいいみたいな、ね、まあそれだけプロといって成熟していないと言ったら、そういうことなんですね。腕試しみたいな感じで来るやついるみたいですね、動きが早いですね、これなんか出るように見えて。そうですね。ギロチンチョーク、フロントネックロックなんですが、これは締めが甘いですね。決まってないですね。グローブがあるんで、普通の締め方とはまだ変わると思うんです。ああ、ありますね。右フックですか。右一発ですね。右一発ですね。これはもう危ないですね。もう止めた方が必要ですよね。いわゆるグローブ、ある程度グローブした方がパンチが倒きくんですね。そうですね、ちょうどいい大きさだと思うよ。掴みづらいのか、やっぱ殴りたくなってしまうようなグローブでもありますよね。そうですね、特にグラウンドの時間とか制限されてるみたいですからね。どうしてもキックボクシング的になって、デル・クック自身もやっぱりキックボクサー出身ですから、立ち技の攻防はお客さん喜ぶと思ってるんだと思うんですけどね。ここはどこ、私は誰という状態なんですけどもね。大丈夫ですか、ね、試合やったことを今分かんないと思う。まあ大丈夫です。今入ったのは顎ですから、顎はパーって来てパーって戻りますから、こういう時って脳震盪を起こして頭ポワーンとなってしまう。そうですね、試合を本当に終わってまだこれから試合かなとか、ね、思ったりとかしますね。やっぱりパンチやろうと思う人は回ってますね、バンテリー。